マックス・ジーラ親衛隊員親衛隊隊員は、国家社会主義ドイツ労働者等の親衛隊の階級、SS ハウプチトゥアンフアラーの訳語の一つである。ハウプチトゥアンフアラーは、親衛隊に限らず、国家社会主義自動車軍団、国家社会主義航空軍団といった、ナチス党組織に存在した階級である。ドイツ陸軍の隊員に相当する階級であるため、隊員と訳されることが多い。 米英では訳さず、原文を用いるが、あえて訳す場合には、陸軍の階級故障を利用して、SS キャプテンと訳される。また、ドイツでも最近の研究所では、陸軍の階級故障を併記している。一方、突撃隊においては、ハウプチトゥアンフアラーが存在せず、代わりに、スタームハウトフアラーという階級を用いている。新英隊も1934年以前は、 突撃隊と同様にスタームハウト・フアラを使用していた。親衛隊隊は一般親衛隊と武装親衛隊に存在した階級である。親衛隊中尉の上位、親衛隊少佐の階に位置する。警察業務にあたる親衛隊隊は警察隊員の階級も合わせて所持していることが多い。突撃隊隊員は突撃隊に存在した階級である。突撃隊中尉の上位、 突撃大少者の会に位置する階級である。国家社会主義自動車軍団単位は、国家社会主義自動車軍団に存在した階級である。国家社会主義自動車軍団注意の上位。国家社会主義自動車軍団少佐の会に位置する階級である。国家社会主義航空軍団単位は、国家社会主義航空軍団に存在した階級である。国家社会主義航空軍団注意の上位。 国家社会主義航空軍団調査の会に位置する階級である。ありがとうございます。